気合い入れて、13ピヤード。あれ何号ですか？11。また綿単品って初めてです。よろしくお願いします。隠れる。隠れる。これはどうだ？あ、これは胸を張ってヘラじゃないか？これ8ぐらいですね。まあ3840いかないぐらいですね。いやー、OK、嬉しい。ありがとうございます。どうす。よし。はあ。見てなくて平気じゃ。ありがとうって言わないじゃ。ありがとう言います。よいしょ。ありがとう。はあ。はあ。わーっと。すごいいるじゃん、そこの行動。
コイか。コイか。俺は耐えたるって鯉っぽいな。さっきの鯉か、噂の。ああ。ほんまの鯉や。あ、そうですね。タモ救えます。楽しい。いい曲がり。でもこれと戦えれば、あの今の感じで4号と戦えばいいですよね。恋と戦えるや。こっちのもんよと。8じゃないですね、60ぐらいですかね。ちょっと乗されるかと思いました。というか、おお楽しい。恋は長期ファイトなんだよな。うん。で、手前に来たらもう一回走るじゃないですか。かあ。いや、いけないっすよ。もう、あの、限界っすよ。そうっすね。まあ、もしかしたら、鯉の大群が魚道ってたのかもしれないっす。いや、これ1本目ですね。1枚と1本でございます。ああかん。進はさせねえよ。あーあ、こいつバカでよかった。いや、バカじゃねえのか。草突っ込んでるから。でもこれ挙動ぶっ壊れちゃったよ。せっかくの挙動壊れたでしょうね、これで。よし、入れたぞ。入れたぞ。はあ、ごめんよ。ごめんよ。ああ、まあ大体でいいか。そうだね。頭からで、二尺なし。二尺ないですね。57.5。いやー、強し九尺よく持ってくれましたね。うん。気持ち行こう。手持ちで。やりやした。やりやした。じゃあ、帰そうなんで。そうだね。よいしょ。いや。あ、やべえ。詰まっちゃった。いや、これのお父さん嫌なんですけど。そうだね。さすがに。あと25センチ大きかったら多分戦えないですね。あの感じだとやっぱこのぐらいが限界だなって。
おお。ダメだ。ダメだ。いやもう魚の感触ないっすね。ああでかそうでしたね。うわあやっちゃったよやっちゃったよちくしょう。まあちょっと引っ張っていいです。かもしんないですね。今のヘラっぽかったっすね。やっちったやっちゅったよ。今回も40カミを確保することはできませんでした。鯉の57センチはかなり引きが強くてなんとか粘り勝ちできましたが、月光剛が予想以上に持ってくれたことにびっくりです。城沼も3回目ということでそろそろ飽きられている感もありますから、次はまた別の場所へ行ってみようと思います。私は当面土日はおとなしく家で撮れる動画を撮ろうと思っております。ということでこの動画をここまで見てくれた人は評価ボタンポチッとよろしくお願いします。あと評価ボタン毎回押してくれる人はだいたいチャンネル登録してくれてるとは思うんですが、毎回ここまで見てくれているにもかかわらずチャンネル登録をされてない方がもしいらっしゃいましたら、 YouTube のアカウントを作ってみませんか。ぜひその際のチャンネル登録第1号は SBFJ をよろしくお願いいたします。ではではまた次の動画でお会いしましょう。